乗ってる間に言うの忘れちゃったんですけど、何、運転席のポジション結構低くないですか。あ、低いですよね、うん、これね、あの先代と、うん、まあ、この方変わらないんですけど、先々代に対して着座位置を下げてるんです。なんでかっていうと、やっぱセダンはセダンらしい運転か、うん、ポジションがいいよねって開発の人が思って、でそのやっぱスポーツセダン低い着座位置にしようって言って、うん、まあ、昔ながらのセダンのスタイルにしてるんですよね、うん、まあ、そんなアコードですけど、驚くべき旋回性能。いや、走りが気持ちいいですよね、うん、快適ですし、うん、あのスーッと曲がり込んでる感じがすごいいいですよね。こんなね、あのファミリーセダンって言っちゃちょっと失礼なんですけど、うん、まあ、そういう走りあんまり関係なさそうなセダンなのに、うん、実は峠道すごい気持ちよく走れるっていう、ねうん、気持ちいい気持ちいい、スイスイ行きましたからね、スイスイね、あの、いや、乗り心地のレベルが高いわ、うん、高かったです。質感高いよこれ、質感ね、そのスポーツモードにしてもノーマルモードでも、はい、ノーマルモードだとちょっとこう高級な感じの入力の仕方するしさ、うんうんうん、スポーツだからって言って硬くないんだよ。そうですね、硬すぎないですね。どうよ、もういろんなモードを全部楽しめてすごい楽しかったで、本当にワクワクする、うん、でね、これいい車なんですけど、うん、個人的な話をすると、うん、今買い時じゃないんです。なんで？お、実はですね、来年ですね、うん、この先進安全システムですね、うん、ホンダセンシング360、これはホンダセンシング360なんですけど、はい、来年はホンダセンシング360プラスっていうのにバージョンアップするんですよ。なるほど、それがもう、決まってまして。あ、そう、はい、でバージョンアップしてからが買いだなと思います。何ができるようになるかっていうと、高速道路手放し運転できるようになります。あ、できた方がいいですよね、まあ、できた方が、買うんだったら、うん、なのでそれができたら買いましょう皆さん、はい、なるほど引っ張るね、またまた、あのやっぱりあれって、あの行動テストしなきゃいけなくて、うん、これ発売してから行動テストするのが一番やりやすいんですよ、うん、まあ、そりゃそうだ、発売前だといろいろやりにくいんで、うん、なんであの発売して、1年間行動テストして、うん、その後あのバージョンアップして出ますと、うん、はい、いうことになってますんで、ね、プラスだって、うん、もっともっと進化するんですね。もっと進化もっとしますんで、はい、すごい、はい、じゃあそれまで待ちましょうせっかく紹介したのに何のために紹介したんだよいやいやいや、いい車だよ、はい、ということで、はい、よかったらいいねを押してください。登録もお願いします。バイバイ、バイバイ。